なんかデイリー新潮の方で国民は、まあ、悠仁さまではなくて愛子天皇、まあ、誕生に向けてねちょっとまあ期待が高まってるっていう形で記事になってましたね。なってましたね。新年祝賀の儀でね、早速なんか秋篠宮様が炎上というかネットの方で騒がれてて、そうですね、会場に入る時の映像で愛子様をこう横抜き去っていくような感じで歩いていって、まああれは別にまあ抜かすつもりがあったのかどうかはまあ分かんないですけど、まあ、なんかまたなんかおっさんがなんか歩いてるって感じで、まあスタッフねなんか歩いてましたね。まあ、なんか早歩きって感じで、別になんか抜こうと思って抜いたわけじゃないんでしょうけどね。抜いたのはちょっとまずいと思ったのか、後からちょっとねスピード緩めてましたね。あ、そうですか。あ、なんかみんなゆっくり歩いてるわ思いながら、ちょっと自分ちょっと早歩きしすぎだなみたいな感じで、ちょっとまあ緩めてましたけど、ね。確かに周りより結構早かったですもんね、スタスタと。そうですね。あんなことでやっぱり炎上するというか、なんやって言われるぐらいに今印象が落ちてて、愛子様の印象が上がってるんで。まあちょっとね、愛子様の誕生日での会見とかでも、その文書とかを発表されて、まあ、なんかその国民のことをね、うん、いろいろとまあ気遣っているというか、うん、まあ、内容的にも素晴らしくて絶賛の声が結構多数上がったっていうのと、はい、まあ、もう一つはその皇位継承とかのまあ議論の報告書が出されて、うん、まあ、じゃあもう今月からそういった国会とかでも皇位継承のまあ、あり方っていう形で、まあ、どうするのかっていう、まあ、最終報告書とかも出されて、まあ、話し合われるんですけども、まあ、女性皇族が結婚後も皇族にとどまることと、まあ、旧皇族の男系男子が養子として皇族復帰することみたいになんですよね、軸にするのが。そうですね。今回今年の紅白でも、はいはい、紅白で男女別でこう分けて対決するとかジェンダーがどうだとか言われた時代にもう時代遅れなんじゃないかみたいな議論が起きてて、はいはいはい、まあ、それはあるでしょうね、うん、そういうところもまあ、男系とか女系とかそういうのが、ね、まあ、難しいとこなんでしょうけど、若干時代と合ってないのかもしれないですね。まあまあそれとこれとはまあ全然違いますけども、ちょっと違います。女系が OK になってしまうと天皇制自体がね、まあ、配信しろとか、まあ、そういった感じになってしまって、まあそうですね、女系が許してしまったら普通の一般国民の親戚に天皇がいるわけじゃないですか、うん、そうですね。まあ100年もしてしまったらね、だからもうそうなってくると天皇の必要性っていうのがねどうなのかって感じで、当然天皇とまあ親族になった人にだけなんかすごいなんか恩恵があるというか、まあ、そういう感じで税金がまたね、まあ、その眞子さんとか佳子さまみたいな感じでジャブジャブ税金が払われるような感じで、はい、確かになることも十分想定されちゃうし、まあ、そうなっちゃうと、まあ、逆に秋篠宮家とかの、まあ、今回の疑惑とかでいろいろとね、うん、あっただけに、まあどうなのかっていうところですよね。もし女系を認めてしまうとどうかっていうのはありますけども、ただまあ女性天皇に関してはあの容認派の方が圧倒的に多いですからね、まあ、80% 以上がみたいですね、まあ、全体を占めても、まあ、女性天皇を認めるって形で、うん、20代のそのアンケートではもう 91% が女性天皇を容認というか認めるみたいなあれらしいですけどね。ああ、そうですね、まあ、ただ、うん、女性天皇と女系天皇の意味をほとんど理解してないみたいですけどね、あの一般の。あ、まあそれはあれですね、はい、うん、だからまあとにかく愛子様いいからそうしようみたいな、なんかそんな感じで答えた側は、まあその辺はあるでしょうね。ただまあこの辺でその秋篠宮家とかの、まあ、疑惑とかが出されてきた中で、はい、やっぱりその、まあ、雅子様と美智子様の立場が一気に逆転したというか、はい、まあ、これまでね雅子様はどっちか言ったら批判されるような感じで炎上することも結構、まあ、週刊誌からね攻め立てられるみたいな感じのこともあったみたいですけども、ありましたね。ただまあそれが、まあ、今、まあ、紀子様の方に批判の矛先が来てるのかなっていう形で、うん、来てますね。まあやっぱりその眞子さんのその結婚によってかなり秋篠宮家に、まあ、疑惑が持たれたっていう形で、はいはい、まあ、この辺で美智子様が日本赤十字の名誉総裁を辞めるタイミングとかでも本来であれば、まあ、紀子様を名誉総裁として、まあ、次送り出そうかなって感じで考えてたらしいんですけども、はい、まあ、その辺が眞子さんとかの結婚問題とかで、うん、まあ、だいぶ、まあ、仲が悪くなったというか、あ、うん、まあ、そういったのもあって、はい、まあ、雅子様が、まあ、日本赤十字の名誉総裁に、まあ、引き継がれるって形でなって、うん、なりましたね。で、まあ、ちょっとまあその名誉総裁選ばれる3日前ぐらいに、まあ、伝統じゃないですけども解雇とかの養蚕の伝統を、はい、はい、美智子様が、まあ、雅子様に引き継がれるっていう形で、はい、まあ、それを、まあ、教えられたっていう形でみたいですね。で、まあ、その宮内庁の記者とかは、まあ、その時に、まあ、驚いたというか、まあ、雅子様は本当は解雇が嫌いみたいな感じではいはい、はい、まあ
あの記事とかで電話待ってからそれを信じてたんで、うん、雅子様がそういったら解雇されることを聞いて、はいはい、ちょっと驚かれたみたいだけども、まあ、実際はなんかその雅子様も幼い頃から虫好きだったっていう形で、あ、まあ、全然そういったのはまあ問題なかったみたいで、だからまあその週刊誌とかの嘘の情報とかがそのまま信じてしまったっていう形で、うん、まあ、大抵女性って虫嫌いですけどね、正直、まあ、虫嫌いな人多いでしょうね、まあ、しかもなんか解雇とか言ったらね、ちょっとねなんか、まあ、気持ち悪いって人は結構確かに確かにおるでしょうね。悠仁さまとかはね、うん、なんか子供の時とかも虫結構採集とか好きでやったりしてたとか言ってますけど、あ、ね、まあ、これももっと大きくなったらね、虫が苦手になる人も多いですから、どうかわからないですけど、はいはい、まあ、雅子様なんか余計ね女性ですから本当は嫌なんかもしれないですけど、そうですね、一応そこからまあ回復されて、まあ、雅子様とかもそれからは美智子様に、まあ、気に入られたじゃないですけど、まあ、以前よりかはまあ気に入られてきたって形で、まあ、そこから園遊会とかにも出席されたりとかして、はいはい、まあ、1800人ぐらいのお客さん、まあ、招待客と、うん、まあ、2時間ぐらい過ごされたって形で、お、まあ、だいぶね、あの回復されていったって形で、招待客とかにもお声かけをしたりとかして、まあ、中でも車椅子の女性とかに関しては、まあ、一番長い間、うん、まあ、お話をされたりとかして、そういうちょっと障害を持ってる方に優しいんですよね。そうですね、なんか例えばなんかその西日本豪雨とかで被災とかで訪れた福岡とかでも、はい、まあ、その車椅子とかに座ってた女性にはその手を両手で包まれたりとかして、お、まあ、冷たいですよねみたいな感じ で、まあ、大丈夫ですかって感じ で、まあ、寒いところ待っていただいてって感じでお声かけられたって形で、まあ、その手を包み込んでるところにまたその天皇陛下とかもね、その手の上から手を重ねられたって形で、まあ、嬉しいでしょうね、まあ、ちょっとまあその辺のね、仲の良さそうなところっていうのも伝わってくるっていう感じなんですけども、今年がねだから楽しみって言ったらあれですけど、ちょっとどんどん回復してね、もっとこう表に出ていってもらえたら国民としても嬉しいなっていう。ちなみにその佳子様とか眞子さんっていうのは、はい、アナ雪の公務あったじゃないですか、まあ、アナ雪2を見る公務ですかね、税金かかってやったやつですかね、うん、あれがね確かまあ700万ぐらいの支払いもらったって言われてるんですけども、確かにあの公務っていうのは実はなんかその台風19号の被害者への救援を募るチャリティー上映会だったらしいんですよ。ああ、チャリティーですから、そこで集まったお金を寄付するってこと。そうですね、なんかそこで寄付するんだけども、まあ、自分はその700万の謝礼をもらってって感じなんでむちゃくちゃですよね、まあ、その辺で、まあ、だから24時間テレビのギャラをもらえるようなもんですよね。いやーそうですよ、だって1本見に行っただけで700万もらえるんですもんね、うん、まあまあ2人で700万でしょうけどね、とはいえ350万ずつもらうってことですか。まあそれは税金泥棒ってやれますよね。いやー、まあ、普通にね映画を見てからお金もらえるってこと自体がねおかしな話でね。そうですよ、お釣りチケット買ってね、うん、見たらいいのに。まあそうですね、すごいですよね、まあ、昨年12月にちょっとこう神田沙也加さんがねちょっと亡くなりになられて、はいはい、マコさんとかタクタのこのチャリティーの分も、はいはい、なんか話題に上がったりしてしまいましたけど、そうですね、映画見に行って1人350万もらえるんやったら誰でも見に行くわっていうそうですね、まあなかなかこういったので、まあ税金泥棒って言われても仕方がないのかなって感じではありますけどね。ですね。でまあなんか責められたりとかしたら、美智子様であったら失声症になったりとか、はいはい、まあ、マックさんであれば、まあ、複雑性 PT になったりとかして、ね、誹謗中傷だみたいなね、都合よくなんか誹謗中傷だみたいな感じで甘えたりとかして、おかしい、まあ、国民を黙らせようとするというかね、まあその辺が、ただまあ昔であればそれがね通用したのかもわかんないですけど、今 SNS とかが発達してねそれが通用しなくなっていけるとか、しないですよ、まあ、その辺で悪事なきも、まあ、疑惑とか、うん、まあ、一個出てきたらどんどんねそこからボロが出てきて、出てくるでしょうね、かなり信用とかも失ってきてるのかなって形で、ですよね。これでなんかその篠原丈一郎さんと安住明子さんのなんか対談動画とかが出てて、はい、でなんかそれによったらなんかそのアクシマーケットツーショット写真を撮るのに1枚100万円ぐらいかかるみたいな感じで、なんかそういう形でね、うん、言われてるから本当ですかそれ、うん、なんかそんなんもねやってんねんなって、まあ、そういうところでもお小遣い稼ぎしてんねんなって感じで、やばいですねそれね。その秋篠宮家のもそうですけど、それでいうとその篠原丈一郎さんが再告発、あの小室佳代さんのしたけど、あ、やりましたね、ネットではこう話題になってるけど、うん、はいはい、テレビとかのニュースではほとんど出ないですよね、この再告発。あ、まあテレビでは全然ね報道しません、取り上げないですよね。ヤフーニュースにすらなってませんからね、どこのメディアとかも。以前はヤフーニュースとかでねなったりとかしましたけども、はい、ちょっとそれがまだどこにも記事にもされてないって感じですね。ヤフーでも出てないんですね。そうですね、ヤフーのコメ欄もね、そのひどい誹謗中傷のコメントがいっぱい入るともうコメントオフというか封鎖になりますもんね、すぐ制限かかって。ああ、まあそうですね、うん、だからそういう意味でももう載せないようにしてるんかもしれないですね、この記事に関しては。うん、まあまあそれもあるんでしょうけども、ただまあなかなかね、悠仁様にも今度は受験の話があって、
て、またそこでも疑惑がね浮上して、そうです、まあ、おそらく、まあ、提携校進学制度を使って、まあ、筑波大附属高校に行かせるのかなって感じではあるんでしょうけどね。もう別に学歴とかそこまでね意識は国民もしないと思うんで、別に頭悪くてもねそれなりにそうですよっていうのはあるんでしょうけども、うん、それこそね皇室なんかやったらあんまりね学歴もそこまではね、まあね、まあ、ある程度あればどうなるかなってところがあるんで、まあ、礼儀さえしっかりしとけばってところなんで、そうですよね、別に、うん、頭がどんだけいいとかなんか、まあそうですね、まあ、それはね雅子さま6カ国語を喋れるとか、まあ、まあまあそこまですごかったらね確かにまあ国際的な面でねあれかもわかんないですけども、あるけど別にそこで求めてるわけでもないですしね、まあそうですね、国民の象徴ということなんで、まあ、要はなんかね芸能の人とかスポーツ選手とかね歌舞伎の人とか、はい、まあ、あの辺なんかもね全然もう歌舞伎で生きてくるってなったら学歴なんかそこまでねいらないですよ、あんまりない、まあ、演技とかをまあ集中してってところなんだろうし、まあ、相撲とかもね、まあ、相撲で頑張ればって感じで、はいはいはい、別に学歴とかもね、いや本当ですよ、まあ、そういったところにまあ専念した方が、まあ、礼儀とかそういったところに、ね、専念した方がいいんじゃないかなっていう形ではあるんでしょうけども、うん、ただまあなんかね礼儀とかも親になんかぶち切れたりとかしてねなんか罵声を浴びせるみたいな感じのことも記事に書かれてるぐらいなんで、痛いですね、まあ、それが筑波大附属高校なんか行ったらやばい、まあ、どういう感じになるのかね、偏差値がもう70以上ですから、78かなんか言われててね、78、うん、高いまだその実力で受けて入学するのは分かるけども、まあ、そういった特別枠を使って、まあ、受かるってなったら当然ね、そうですよ、まあ、批判とかも起きるだろうし、まあ、言ってねその皇室にとって41年ぶりの男の子ですから、あ、まあね、新年祝賀の儀とか見てもやっぱり女性ばっかりですよね、はいはい、その皇族っていうか参加してる方も、まあまあそうですね、やっぱ男子が少ないっていうのがあるから、うん、まあ、注目はされるの仕方ないですけど、まあ、ただね、まあ、その眞子さんとか佳子さまとか見ても英検3級と4級に落ちたみたいな感じの情報もね聞くし、まあ、それがね、はい、同じような教育してる久人様にね久人様の場合はねもっとやばい教育というか、はい、もう最初から学者に行かしてませんでしたからね、あですね、まだ眞子さんと佳子様ぐらいやったらまだね学者に途中まで通われてるからあれなんですけども、まあ、最初からお茶の水っていう形なんで、はいはいはい、まあ、その辺がまあ、どうなのかなっていう形で、まあ、美智子様が、まあ、お亡くなりになるまでは、まあ、ちょっと多少ねまだ秋篠宮家も力があるでしょうけど、まあ、亡くなったらっていうところですよね。一応今世界最高齢に認定されてる人が日本の福岡にいる田中カネさんっていう、はい、119歳の方がいてて、はいはい、世界最高齢でもまあ119歳なんでまあまあさすがにね100歳まで生きる人はなかなかいないでしょうけど、まあそうです、美智子様が今87歳なんで、まあ、あとどれぐらいまで生きはるかわからないですけど、その後はねだいぶ力がなくなるんじゃないかなと、まあ、ちなみになんか雅子様なんかは国連英検特 A 級っていう形で、はい、まあ、外務省が主催している国連英検っていう形なんですけども、はい、まあ、そこで一番トップレベルの特 A 級っていう形で、外務省とかの英会話とかにも普通に続けるとかそういったレベルなんでしょうけどね。へーすごい、だからもうレベルがね全然桁違いというか、だからそのレベルが違う雅子様に勉強を教えてもらってる愛子様はもうすごいですよね。だからもう結構何カ国か話せるみたいな感じで言われてますよね。あ、今でもですか。そうですね、物が違うんですね、もう、まあ、レベルも全然違うのかなってところで、まあ、その辺を見せつけられてるから、はい、まあ、なんとか東大に行かせようって感じで、まあ、筑波大附属高校形だけでもに行かせようとしてるのかも分かんないですけどね、はいはい、まあ、そうなってしまうと、まあ、余計にねなると疑惑の方がまあ、増えてくるからね、増えてきますよね、まあ、イメージアップすることはまずないだろうしね。本当いい形になればなんか旧宮家を復活させるっていう案もありますけど、うん、結局ね旧宮家って功績を離れて70年以上経ってるんで、はいはい、若い人たちはね一般国民と同じというか一般人みたいなもんで、功績にねいる人たちのその品格とかそういうのが備わってるかって言われたら、年配の人らはまだねちょっとあるんでしょうけど、まあ、どこまで復帰させるのかっていうのもあるでしょうね、まあ、だからその辺が本人の意思がね意思を尊重するのかね、その辺とかも、まあ、その辺の議論は難しいところなんでしょうけども、今年中にバチッと決まるかって言われたらわからないですけど難しいところある。そうですね、でも愛子様の天皇を望んでる国民は多いということですね。まあだから今年は結構ね話題性としたら小室圭のねまず不合格っていうのもあるし、その久人様の久人様はまたその高校入学に関してもどこに来るのかってところでまた批判の的がね集まるでしょうし、はい、まあ、あとはもう小室佳代さんの、まあ、逮捕されるかどうかによってまた動向がね変わってきますよね。いろいろと批判の矛先がね白紙宮家に渡っていくんじゃないかなと思うんですけども、うん、今年はねどんな展開を迎えるのか皆さんのコメントとかも教えてくれて嬉しいですね。そうですね、ぜひコメントください。あとはチャンネル登録まだの人は登録の方もお願いします。よろしくお願いします。